はい、作業の方始まりました。あ、出かんだか。あ、そうそうそう、びっくりした。あ、何弁当。はい、鍵盤を外してこれからね、ブッシングクロス剥がすところですね。はい、何でもいいもん。チューニングピンはね、このようにもう細かいところになると手磨きになりますね。はい、これは鍵盤のブッシングクロスを貼っているところですね。このようにね、クロスを貼ってここに針ゴマっていうのでね、支えているところですね。センターピン、こういうピンがね入ってるんですけども、その硬さをきっちり揃えて動きを良くするということになりますね。穴のサイズが合ってないとこのようにね、穴の大きさを揃えてからその穴に合う太さのピンを入れるというふうな形になりますね。これをすべての鍵盤88キー全部しないといけないんですね。ただ今ね、傷んでるスキンを皮の部分をね貼っているところですね。こちらはまだ引き続き鍵盤のブッシングクロスを貼っているところですね。このようにね、薬剤を使って表面の古いね、汚れとか塗料を剥がします。はい、今からペダルを磨いていきます。このように変色して、サビとか出てますけども、これを磨いていきます。磨き終わるとこのように真っ赤な状態、ピッカピカになります。
ペダルがついてるね、あのピアノの一番底板という部分ですね。本来はここに、この部分にね、ついてる板ですね。それはもうこういうふうにね、分解した時でないとなかなか掃除できませんのでね。外やから早いよ。の組み立てをしております。女性群はランチタイプになっております。そんな膨らめるから、底板の方が組み上がりました。これから本体の方に取り付けていきます。はい、底板の方がつきました。張り替えたハンマーを今取り付けにかかっております。これは鍵盤の、ね、下になるところなんですけども、やっぱり鍵盤の動きには、ね、影響するところですので、しっかりと磨いておきたいところですね。ハンマーの方がだいぶついてまいりました。ちょっとこう
ハンマーのファイリング中です。ファイリングの方が終わりまして、このようにハンマーの方きっちりした形になりました。あ、ここねハンマーね、折れたのを修理したような感じでしたので、新しいハンマーに変えておこうと思いますね。はい、綺麗なハンマーになりました。接着したん？してない、いけそうやな、ハンマーの弦合わせといって、まっすぐね弦に当たっているかどうかを調整していくことですね。高さを調整しています。
ハンマーの硬さを変えることによって音色を整えているところですね。